今日はもう中野信子先生をお迎えいたしまして、脳科学で解く人生相談ということをやっておりまして、はい、リスナーの方から続々と来ております。ありがとうございます。ちょっといつだけやっちゃいますか、はい、お願いします。大田区の角さん、はい、国丸さんも純子さんも私もすぐ涙してしまいます、うん、若い時は泣くなんてなかったのに、年取って涙もろくなってさーと言いますよね。脳科学的にはこれは脳の衰えなんでしょうか、それとも脳の発達なんでしょうか。これどっちとも言えるんですよね。老化の可能性もあるし衰えかもしれないし、それから発達でもある。そうですね、発達と考えられるのは相手に共感しちゃう領域っていうのがありますよね、はい、眼下前頭皮質ってとかやるんですけども、はい、相手の気持ちが分かっちゃうから泣けちゃうということが起こります。で若いうちはその泣けないのは相手の気持ちがよくわからない、あの人はなんであの辛そうな顔してるんだろうとか、あの人はなんでこんなシーンでこう頑張っているんだろう、よくわからないっていう。あとなんて全然よその子がこう運動会で走ってても涙しちゃうっていうのはあれ何なんですか。そう、あれは、相手が頑張っていることを想像して自分も頑張って、あ辛いのによく頑張ってるねっていう気持ちになりやすい状態に年を経ていくごとに なっていくんですね。でそれで泣けちゃうっていうところがあるんですが、で一方で人前で泣いちゃいけないよねっていう機能がありますよね、はいはい、でその機能は年とともに衰えてるんですよ。人前どころか電波でこの人平気で泣いてますからね。まあ私も人のこと言えないけどさ。そうするとまあブレーキはかかりにくくなるし、涙は出やすくなるしで、両方の機能がまあ、合わさった結果泣きやすくなるという状態になりますよね。まあ、衰えてもいるけども、逆に言えば相手の気持ちがよく分かるようになってるという人間としての器の大きさもこう広がってくるということなんでしょうかね。ということなんですね、まあ、喜び半分以上と考えてみましょう、うん、さて、この時間も、今話題の最新刊中野信子さんの人はいじめをやめられないという、これはさっきのお話に、おさらいすると、人というのはこの世に現れてからずっと集団で身を守ること、一人一人の個人では非常に脆弱弱い生き物なんだけど、集団で、生活することによって身を守ることができるようになってきた、時にはある弱い人間を、まあ、要するに犠牲にするというようなことも過去我々人類の先輩たちはやってきたという、その中でその集団の生活の中で例えばズルしちゃう人、フリーライダーというただ乗りという、こういう人に対してはこれいけないんじゃないかということで諭すことがエスカレートすると、今度は攻撃制裁を与えるようになっちゃう、はい、そうですね、はい、この制裁行動なんですけども、相手が本当に振る舞いを改めてもらわなきゃいけない場合、本当にただ乗りしてる場合っていうのは、まあ、そのサンクションにもある程度の正当性はある。サンクションってのは制裁ですね。制裁ですね、はい、ある程度の正当性はあるということなるかもしれないんですが、我々がその検出する機能を高めすぎちゃった場合、そういうようなただ乗りみたいなことを検出、検出しちゃう機能、これ嫌な言い方なんですけども、裏切り者検出モジュールっていう言い方をするんですね。我々誰でも脳の中にあるんでしょ。持ってます、うん、でその裏切り者検出モジュールがすごく強く働いちゃう場合があって、本当はその人は全然ただ乗りしてるわけじゃないのに、なんかズルしてるように見えちゃうっていうことがあったりするわけです、まあ、すごく一人だけ可愛いとかね、一人だけ、勉強がすごくよくできるとか、なんか一人だけ都会から引っ越してきたとか、一人だけハーフとかね、はい、そういう人にあの人なんか得してんじゃないっていう風な視線が集中しちゃうことがあって、その人が攻撃を一心に浴びちゃうことがあります。なんか芸能人の方でもそういう思いをされてる方いると思うんですけど、はいはい、すごく残念なことだなと思います。せっかく才能のある人がそれで潰れちゃうってことがあったら本当にかわいそうだなと思うし、で私たち実はみんなが裏切り者検出モジュールを持っていて、その人を叩くっていう行動は、正当ではなくて単なる楽しみとしてやっちゃってるかもねっていうことを自覚して抑える必要が、一人一人が抑える必要がある。でも快感なんですね。そうなんですよ、厄介ですよね、で相手に対して何か攻撃を加えなきゃいけないっていうことは、
制裁が正当である場合はあったわけですよね。で、その制裁が正当である場合はリベンジのリスクを上回るような快感がなきゃいけないから、うん、我々の脳にはその攻撃することに快感を覚えるっていう、うん、あのユニットが備え付けられちゃってるんですけど、うん、するとその快感を得たいがために本来攻撃されるべき人ではない人をわざわざ見つけ出して快感を得るためだけに攻撃するってことが起こるわけです。まるでゲームのようにいじめが起こるというのはそのためなんですよね。これが現在の我が日本の置かれている現状と見事に当てはまってしまって、あの過去で言えば例えばナチスが行ったユダヤ人の迫害とか、あるいはジェノサイトとか、いろんなあの少数民族が普通に生活しているところなのにそこにちょっかい出してその民族を、まあ、根絶やしにしちゃおうっていう、我々人生は人間ってのはそういうことを過去やってきた。 そうですね、それは大なり小なり、まあ、学校内でも家庭内でも、あるいは国と国でもそういうことがあった。そうです、人間が集団を作ってる場所であればどこでも起きます。そういうこと、職場でもあの気をつけていない限りそういうことが起こる可能性が常にあるわけですね。日本人だってそういう目に遭ってきた、まあ、歴史があるわけですね、はい、それで今度は身近な話いきましょう。明日から何月ですか？11月です。ちょっとね、気をつけた方がいいそうです。そうなんですね。11月からとそれから6月から、ね、うん、これなんでなんですか？この時期にいじめが頻発しやすいっていうデータがあるんですね、これはあの教育学のからのデータなんですけれども、うん、あの特に5月から6月にかけてっていうのと10月11月っていうのは、うん、あのご存知の通り運動会が多いですよね、はいはい、で文化祭が秋になると特に多いんですけれども、うん、集団で何かするっていう行動が増えてくるんですよ、はいはい、ね、まあ、修学旅行的なことがあったりとか、うん、そうするとその集団で親睦を深めるっていうのは一見いいことのように思えるんだけれども、うん、その中で浮いちゃう人もまた目立ってくるんです、うん、でその浮いちゃう人に対する攻撃が激化するのがこの時期で、もう一つ重要なのはあの集団としての働きが高くなるっていうのと、個人としてはセロトニンの量が変化するんですね。さあ来た、セロトニン、はい、セロトニン、これセロトニンっていうのは何なんですか？セロトニンっていうのはあの脳の中で分泌された場合には人に安心感を与えたりとか、イライラを鎮めたりとか、やる気を出したりするっていう物質なんですけど、これがですね、あの日照が減っていくと、まあ、日の光が合成のサインになって合成されるので、日照が減っていくと少なくなっていくんですよね。セロトニンが。セロトニンが減っちゃうんですよ。するとその心のバランスが崩れたように感じられるんです、その人の。の内観としてはセロトニンの分泌が少なくなってくると、うん、はい、なんとなくこうわけのわからない不安に襲われたり、うん、あの自分でも制御できない苛立ちに襲われちゃったりとかして、うん、でその原因は何かっていうのを他に探したりするんですね、うん、なんかあいつがいるとイライラするんだとか、はいはいはい、あの人がこういうことしなければもっと平穏なクラスなのにとか思ったりするわけですね。でそのイライラを落ち着けるために誰かを探してまた叩くということ、制裁攻撃をするって。そうです、自分は正しいと思いたいというのと、その制裁から来る快感を得るためにですね、でこんなことが重なり合っていじめが起こりやすいんだろうと考えられるのが6月11月です。ですからこれからの季節というのは気をつけなきゃいけないんですが、はい、この人はいじめをやめられないという中野信子さんのご本人も、これあの数値化されていて、小学生だと小学校の高学年、うん、5年生ぐらいからその攻撃性というのは途端に強くなる、うん、そうですね、うん、あの体も大きくなってくる時期ですし、やっぱり性ホルモンの影響が出てくるので、はい、あのそれもまた攻撃性を高める源になっちゃうんですね。特に男の子の場合はテストステロンっていう男性ホルモンが出てくるので。もう一回言ってください。テストステロン。テストステロン、これあの男性で今ラジオ聞いてらっしゃるご同輩、あの思い当たることあるんじゃないかと思うんですけど、なんかもうムカムカしてしょうがない、親に当たったりとか、うん、あるいは物に当たったりとかって、これはそのホルモンのテストステロンのなせる技ってことなんですか？そうなんですよ、これあのテストステロンっていうのはテスティスプラスステロンっていう、まあ、成り立ちの単語なんですけど、テスティスっていうのは睾丸っていう意味なんですね。はいはい、タムタムですね。そうですね、あのいわゆるあの、まあ、男性の
まあ、精子を作るなんていうか、うんうん、そのそこで作られ、その間質細胞ってところで作られるんですけど、はいはい、そこで作られるステロイドホルモンなのでテストステロンっていうんですね、はい、これができてくると、あの男性は筋肉が発達したりとか、あとはあの攻撃ができるっていうのは狩猟をしたりとか、あと、まあ、肉体労働ができるように、そのなんていうんでしょう、体を作るっていう役割があるんですよ。でそれが本当はあの肉体労働が主だった時代にはすごく役に立ったわけですけども、今の都市生活ではほとんど使われない、はい、で攻撃性と何かをこう体を動かしたいという欲求だけがあって、でもこう学校でおとなしく教室にいなきゃいけないとなると、これがあの攻撃、あの他の人を攻撃しようという気持ちになっちゃうことがあるんですね。これもまた危険な兆候になることがあります。もう小学校5年生だ11歳ぐらいから、これは29歳ぐらいまで男性の場合特にこう顕著になるそうです。あ、だから30、あのイソジンになった途端に急に落ち着くやついますよね。あんな暴れん坊だったのにっていうのは人にはよると思いますけど、だんだん、まあ、30代にかけても緩やかに下がってて、40になったらだいぶ丸くなると、まあ、不惑って言いますけど、本当に不惑になるかもしれない。ちゃんとなんか今までの人生経験とこう照らし合わせてみてると、脳の中で分泌されるものが多かったり少なかったり、これで全然違うんだなってことが分かってきたわけですね、うんうん、そうなんですね。もう本当にほんの一滴っていう違いで人の振る舞いが変わっちゃったりするんですね。で実験的にそんなことも行われたりして、でオキシトシンっていう話をしてないかなと思うんですけど、オキシトシンという物質がこう仲間意識を高めるものであるんですが、あのちょっとの適切な量であれば、まあ、サンクションの起こらない範囲で制裁しない、攻撃しない、うん、はい、サンクションの起こらない範囲でこうセロトニンも増やしてくれるっていう、うん、あの効果があるんですよ。でセロトニンを増やすために、まあ、必要なことは、あのある程度そのセロトニンの原料になるものを食べることと、うん、オキシトシンを増やすことっていうのがあるんですが、この物質も、まあ、足りないと、あの非常にですね、快楽に、まあ、その場の快楽に左右される振る舞いをその子どもたちがするようになっちゃうんですね。なのであの子も仲間だからいじめないようにしなきゃっていう気持ちを高めるには、ある程度の皮膚への刺激だったり、あの着心地のいい服を着るとか、あの名前で親しく呼び合うとか、そういうことが必要になってくる場合が、食べ物で何かありますか？食べ物であります。あのタンパク質をよく取りましょう。動物性でも植物性でも、そうです、そうです、あのお豆腐でもいいし、チーズでもいいし、豚肉湯豆腐なんか最高です。あ、とってもいいんじゃないですかね。チキンとかいいんだ、はい。